あんやん。僕のダウンブローの証です。皆さんこんにちは。じゃ、マイゴルフではトーナメントプロならではのラウンド動画、レッスン動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。カモン。開幕調子よくない？なんかどんどんコースに馴染むほどあかんくなってくる。うわ、ダサいな。188。カジさんの言った通り、あのピン位置になったら右のバンカー効いてくるんですよね。小さいやつほんまは効かへんの、ね、いつも手前のことが多くて、手前やったら右奥バンカー全然関係ないですけど、バンカーがやっぱり5番で、お5番にありな。ピンはだいぶ奥。うんま。仕上がってんな今日。はい。ナイス。あのバンカー避けて。あのバンカーがな、あのバンカーでそうむずいよ。あ、むずいんや。あのバンカーか、全部下りやから。入れるなら左のバンカーの方がマシや。そうなんや。でも今日のグリーンの重さやったら全然止まるけど。6で。フォルはあかんよ。はい。このホールでも2番か OK と思って打ったわ今。あ、ほんま。今日のピンチもっとピンチ右やったら、うん、ちょっとやばい。あ、ナイスもこれ。このホールなんか俺苦手やった。やっぱ逆や。そう、左出さな。あ、出したいやん。最近遠いから選ぶ。俺も得意じゃないけど、はい、そんな嫌じゃないもんな。徐々に調子上げていこう。徐々に上げていきます。僕の方がもうバンカー寸前。ボンちゃんがないと思う。ボンちゃんなんなん、なんで練習しなくてあれなるんですかね。そんなクレーム出すわ。ゴルフって不平等だな。まあ練習っていろんな形があるから。あ、なるほど。俺はさすがにパターやな。うわこれちょっとあれやな、さっきのホールでやられてんだもん。ちょい下りか、ちょい下りのフック。うん、ノー、あんま曲がらんかった。右はちょうどいいがいいのか。昨日ね、めちゃくちゃグリーン早いとこ行ってた。あれ、なんか出んの？あ、いや、田村先輩の。はいはい。練習に付き合ってた感じだ。あ、あ、あ、試合があるとこじゃなくて。日本オープン。あ、やるとこ。いや、もう、あそこいつも知らない。だから、ほんまに10フィート以下の時見たことないもん。すごいな。ちょっと硬めのグリーンやったらな。ちょっとまだ距離感合ってないね。感覚が残ってるわ。残っちゃってるね。でね、正面バンカー250でした。250。ボンタ何で行くの？3で。3？ いつも2言うな、うん。当たったのが右バンカーの夏とかやったらラフぐらい行くんですよ。はいはいはい、行きますね。あんまいい思いしたことないんで。
ちょっとさっき刺身に3を教えてもらったから、ここも3。いや、ここ、まあまあまあ、行きましょう。まあ、そう、悪くないですよね。うん、悪くない。ええのか。よう当たるよな。当たるな、あれ。いやいや、全然いいよ。ナイス。三夜でか。うん、三夜で。三夜でや。俺、やっぱ、アイメイクいつも三じゃなくて、一個色気出して二色持ってた。はい。欲望の塊ちょっと。気使いながら一個よく出してたんや。ああ。それやったら。ダメやね。俺も今のボンちゃんの見て三やなと思って。いや、なんかこれ二色で売ってちょっと引っ掛けてもあんの、ね、よ。ニューやったら飛ぶからね。ただまあ、ちょっと危険な橋やからな。断絶で俺もいい。ええ。当たる。これは良かった。おっ、いいぞ。3を打ったら、苦手なホールが全部なくなる。なくなって、ここもそんな好きじゃないです、うん。はいはいはい。まあ一見ドローを打ちたいけど。そう、打てそうやね。けどやっぱ左が見えへんから右に出しちゃって、あ、右バンカーの方行くんですよ、ガチの。はいはいはい。まあでもここちょっと上げのとこと多いですよね、キャリーさん。はい、そうです。ね、上げ取ったらいつも迷うんですよ。上げ取ったらまあ2U か3か微妙な距離になる。風なかったからね。普通で低い球とかでもいいかもしれない。いや、ボンちゃんのちょっとスコアを助けてしまってるな。いや、ほんま苦手なホールが今2個消えてるから3列とか。いや、さっきのロングとかもボギー食ったんですよ、僕。いや、ですよね。裏で打って、まあ、攻め方やったらこうバーディー狙いつつパーと打っていける。ボンちゃんちょっと危なかったけどなんかサードショット色気出しそう。あの一晩っていうのはやっぱ手前からやゴルフ。そうやな、コースはあんな感じ。ちょっとね、左ドッグだいぶしてる。打ち上げコン140、打ち上げコンから7ヤードぐらい。意外と打ち上げてるんですよね。ピンのラインのバンカーからピンまで何ヤードぐらい。11ヤード。あ、あれが11、やっぱ5ぐらいか。うん、多分6、7ぐらいじゃん。P で133打ったら超えるってことだよね。うん、そうそうそう。じゃあ P でも超えるから P で。はい。あんや、立てたよ。立てたよ、俺は。立てたよ。ナイス。立てた。こっついてます。見てください、これがね。僕のダウンブローの証です。イメージのスカライン4つぐらい上行った。スカライン行ったね。スカライン行ったな。133、まあ狙っていきたいね。左足下がりやから、まあ上げに行かないよ。注意してピッチングで追い風きつねんな。でかいかも。いい感じに見えたけど。うん、でもね、ラインはね、ちょっと左ですよ。もう右に傾斜してるんで、うん、ね。ライン的にはいいかもしれないけど、いいかな。追ってたような。そうやな。ボンちゃんのもんだから、俺入ったんだけどな、バンカー。いや、135ぐらいはピンまであるって言われたから、130、ピンで135なんですよ、フルで。うん、じゃあまあ超えるじゃないですか。はい。でもあれが138とかやってやった僕も9なんですよね。そうやな、そうやな。まあまあそれは確かに。でも P で打ちたい、加減したくない。ああ、そうやな、加減したらそういろいろ起きるもん。そうやのに重たくるし。でもちょっと右から行ってたから。いやでもまあボンちゃんのダフリはやっぱ結構振り切ってるからさ。そうやな、ちょっとスピン減るぐらいと思うんだよな。あ、ボロやな。距離感合ってない。キャリーさんパターでいいですか。キャリーさん最後スライスあるっすか。ないっすか。フックだけでいいっす。あー、このコーナー取りたかったけど、そうなんですよ。
ったんだ。おっとっとー、いやー、ナイス、カボ、ナイス、克服した。さっきのちょっと活かしたな。ありがとうございます。ナイスパー。あ、ちょ、え、ちょ、ちょ、大事やね、そこ。そこ大事やね。カップ抜いてもらった。そこ大事やね。間違ったらあかんねん、そこ。パッと抜いてもらった。パッとだけ見た。え？え？でもなんか、えらい伸びてたな。キャリーさんが言ったこと正しいなと思って、さっき乾燥して出したら早なるって言ってたじゃないですか。うん、さっきだから僕パー3結構あそこ日当たりとかやったんで。うんうん。それでもしちゃってもあなたから。今のもだいぶ伸びてきたわ。あんま打たんかったね、今。浅い人は全然ちゃう。うん。これもな、まあまあいくし。ああ、惜しい。ナイスパ。ありがとうございます。あ、俺の弱いとこです。え、絶対バーディー決めへんスーパットで OK やっとしてる。だんだんショートゲームが終わってると。でもパーやから。え、でも入れに行くイメージがないよな。ああ、もうパーでいいみたいな。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。